高知市内の73の病院では先月下旬から順次高齢者を対象とした2回目のワクチン接種が行われています。このうち愛宕病院では今日午前中20人が訪れ、医師が1回目の接種後に副反応がなかったかなどを確認した後接種していました。2回目の方が副反応が多いって大きいというかの聞いてますので、それだけ少しちょっと気にはしてますし、下からどうこういうことはないです。同じようにマスクして生活せんといかんかなと考えてますけどね。愛宕病院では先月末から今日までに370人が2回目の接種を受け、これまでに重篤な副反応は確認されていません。高知市は高齢者およそ10万人への接種を来月末までに終わらせる予定です。